修復しているところをご覧に入れます。堀師さんが使う堀台と言われるものと道具が置かれております。これから修復する板が並べられています。ただいま堀師さんとどこをどういうふうに直していきましょうかというところを、2人で話し合っております。板を留める小さな道具がテーブルに差し込まれました。まず、周りをきれいに少しさらっていきます。古い版木ですので板が摩耗しております。輪郭線がきれいにできるように小刀を使ってその線を掘り起こしていきます。ひびの割れているところの先端にキリで思い切って穴を開けます。そうすることでひびがこれ以上先に進みません。ひびの入っているところにボンドを埋め込んでいきます。そのボンドがひびにしっかり入るように先の尖ったもので板の中にボンドを仕込んでいきます。余計なボンドは濡れた布で拭き取ります。今持っている板は真っ二つに割れてしまっております。これは、修復というよりも初めから復刻という形で作り直さなければなりません。先ほどひびの中にボンドを入れましたが、そのひびが離れないように今度は側面から並釘を打っていきます。板が古く傷んでおりますので気をつけて打たないと全部が割れてしまいます。では続きまして、すりしが吸っているところをご覧に入れます。作品は月百紙の中から、しけむらつきよの苦悶流という大変素晴らしい作品です。ご覧ください。仕事場にはたくさんの絵の具が並んでおります。浮世絵はまずおもはんと呼ばれる輪郭線から刷り始めます。紙を剣刀と呼ばれる2箇所の溝の上にきちっと合わせます。そしてバレンを持って刷り始めます。おもはんはだいたい墨色黒ですることがほとんどです。この竹でできたバレンで擦りますとこのような音が聞こえてきます。はい、輪郭線が擦り上がりました。これから色版というもので、いろいろ色を重ねてまいります。一色一色、それに合わせた色を作ってまいります。お見せする作品は18色の色を重ねます。